これ、まあ、最初のオープニングステージのボスですね。ブルース。あ、こいつね。そこまでだ、キング。ドクター・ワイリーの研究所の次は博物館か。お前たち、戦闘用ロボットのデータはいただいたぞ。このデータをもとに最強のロボット軍団を編成してやる。貴様もロボットならば我々はキング軍に入れてやるぞ。キング、ん?どうやら仲間が来たようだな。お前たちに付き合うのもここまでだ。待て、キング。えい、うるさい集め。もう一発でやられた。真っ二つにされてる。ブルース、これくらいなんともないさ。あとは僕に任せて早くライト博士に直してもらうんだ。よくあれで飛び上がれたな。あ、こいつね。グリーンデビルですね。ここで貴様を倒すのは容易いが、今はキング軍に編成することが先決だ。貴様の相手はこのグリーンデビルに任せておくぞ。これね、一応ね、グリーンデビルですけどね。一応、まあ、オープニングステージのボスとしてね。まあ、こいつ、まあ、オープニングステージのボスですから、そんな強くないですよ。うん。これで倒せるぐらいなんでね。一応、あれですよ。イエローデビルのね、弱体化ボスですね、完全にね。はい、終わった。これだけですよ。コールドマンね。これボス、コールドマンですね。これはあれですね。あ、しまった。あ、凍ってもた。殺されてた。これ壊すんですよ、素早くね。上のやつはね、壊さないとね。あ、しまった、間違えた。あ、しまった。あ、しまった。危なかった。おお、倒せた。おお、ロックバスで倒せた。ロックバスで倒せたのは初めてやな。いやー、大変な面やったな、これ。もう忘れたな。
強いな、意外とこいつ。シルクバスターやな、あとはもうしょうがない。あー、しまった。クソ、なんでミスんねん、今。あー、クソ、なんでミスんねん。あぶね。あぶね。よう倒せた。あー、危なかった。エイトルも出てきましたからね、はい、復活しましたからね、こちらね。あ、ちょっと当たらんかった。あ、そう、命中率悪っ。あかん。ちょっと一発かな。あかん。あかん、当たってない。やば、あぶね。倒せた。さあ、この面もこいつはもうご両親で倒すしかないんですよね。弱点武器使ってね。よし、倒した。あ、ボス戦やね。そんな難しい面じゃなかったな、ストロマンステージはね。そういう感じでしたよ、僕はね、イメージとしてね。これを聞くんですよね、マジックカードね。これが弱点なんですよね。これ、あれしよう。武器エネルギー少なく使えるやつにしとこう。どうかに防御力弱くなるけど、こっちのね。弱点なんですよね。その割にはそんな減らないな。弱点にしてはね、2しか減ってないよな、弱点武器はね。よし、倒した。クリア。ダイナモマン、これある程度ロックバスターで攻めるんですよね。である程度ダメージ与えたらコピービジョン使うか。そうじゃないとね、もったいないですよ。最初からコピービジョン使っちゃうからね。俺絶対避けられへんからな、この攻撃。食らうしかないんですよ、これ。避けようがないんですよね、この攻撃されるとね。
ってんね。あ、コントロール逆やん、今日は。その前打ってた、勝ってたやん。よし。おぉ、倒せた、なんとか。これミノムシ型のねボスなんですけど、この猿も邪魔してくるんですよ、こいつもね。でこれシーソーになってましてね、システムがシーソーみたいになってるので、これをうまくね活用してダメージ与えるんですよね。やばい、ちょっと難しいんですよこれね、意外と。あ、しまった。難しいな、これ。相変わらず。うわ。相変わらず難しいわ、これ。こいつもね、鬱陶しいしな、この猿も。あ、しまった。タイミングよくね、当てるのが難しいんですよ、狙うのが。あ、そう、あいつも攻撃してくるしね。あ、難しいな、やっぱり。やばい、撃ち倒した。これね、このボムはね、好きな時に爆発させることができるんで、便利なんですよ。ボタン押せば爆発するんでね。鬱陶しいな、これ。連打してくるからね、これね。なかなか硬いなぁ。これ4箇所破壊しないといけないんですよ。4箇所ね。よし、1箇所これで壊しましたね。あと3箇所。あと3箇所壊す。で、上から爆弾も落としてくるから、これを避けながら。厄介だね、そこの爆弾もね。よし、これで下、2箇所壊しましたね。で、今度、下の部分は、これで壊しますね、こうやって。カードを使って。また爆弾ね、使ってくるから。避けながら、危ね、ちょっと今危なかった。なかなかね、硬いんですよ、これね。これであと1箇所ですね。リモートマインで、あと、あの上の頭の部分壊しますね。よし。こっち行こうか。なるべくね、あ、しまった。あ、でもあれ当たってるか。点滅したから当たってるんやね。Thank you.
これで壊しましたね。はい、こいつ倒しました。いやもうこれ何回やってるかな。もう10回以上やってますよ、今まででね。もっとやってるかな。もう10回どころじゃないな。多分今までで、うん、そうやね。もう20回ぐらいやってるかもしれないな。これ2発ぐらい撃ってくるもんな。1回撃ってきたら、あ、これよし、あ、またやってきた。おー、怖っ。あー、おー、危ねー。今のはやられたと思ったけど助かった。ちょっと今のはちょっと運が良かったんですけど、まだね。危ね。あー、爆弾爆弾。よし、よし、倒した。やっと倒した。あとはこれね、落ちないようにね、ボス倒しても落ちたら意味ないからな。またね、やり直しになるから。よし、OK。クリア。これ。夫婦よくここまで来た。私は君を過小評価していたようだ。しかし君の戦いはここで終わる。王自ら出て、王自らの手で倒されることを光栄に思うのだな。はい、これ、避けなきゃいけないんですよね。これ、パターン決まってるので、ね。パターン決まってるんですよ。必ず。なるべくノーダメージでね、行きたいので。あともう一回やってくるんで。よし、オッケー。俺が相手だ。クーやはりあれを使うしかないのか。ロックマン離れろ、すべてのエネルギーをこの一発にかける。やめろ、ブルース。そんなことしたらオーバーヒートで爆発するぞ。こいつには借りがある。そう、そいつを返すまでは。おお、面白い。無駄なあがきだ。ビッグワンストライク。バカな。ブルース、大丈夫？ブルース、今すぐ脱出しよう。さあ、僕に捕まって。バカ野郎、俺の行為を無駄にするつもりか。戦え、戦うんだ。で、これで戦闘始まるんですね。茶番劇はそれくらいにしていただこう。で、こいつはね、これが効きますから、はい。これ出してる間、ロックマン無敵なんでね。はい。あ、くそ、食らった。食らうときあるな、やっぱり。よし、これで倒せると思う。よし、OK。私の負けだ。人間などのためになぜお前たちはここまで、そこまで戦えるのだ。ロボットの方が人間よりも優れているというのに。
それは間違ってるな、言い方、そういうことを言うのは。キング、それは違うよ。どちらが優れているとかじゃないんだ。ふ、わからんな。さあ、一思いにとどめを刺せ。ん、その前にそいつを脱出せね、させねば、まだ助かるはずだ。安心しろ。城の外の安全なところに転送した、私とてロボットの同じ仲間が壊れるのは見たくない。キング、一緒に脱出しよう。その傷、ライト博士ならきっと治せるよ。ふ、ダメだな。私の体は、ワイリー以外のものが触ると爆発するようになっている。君を作ったのはドクターウェイリーだったのか。キングどうした？判断回路が故障したのか。敵が目の前にいるではないか。う、わからない。なぜ人間のためにロボット同士が戦うのか。仕方がない。洗脳レベル上げてやる。いや、本当だ。ワイリーって悪いやつですね。本当にね、洗脳されちゃったね、俺。ちょっとまた悪くなっちゃったよ。で、まだ、戦闘まだあるんですよね。はい、来ました、来ました。怖っ。これ使って爆発させるんですね。はい。そう、これはね、もうどうしようもないんです。降りるしかないんですよ。抜ける方法は。またか。攻撃は大したことないんでね、もう無視して攻撃に移った方がいいんですよね。うん、あ、やってきた。これは降りるしかない。やばい、危ねえ。よし、倒した。うー、早くここから離れろ。こいつはもうすぐ爆発する。ロックマン、キング、君も一緒に脱出しよう。ああ、脱出する。ただし君から先にだ。し、これでここはクリアですね。う、行ったか。だがあいにく私はワープ装置はついていない。さらばだ、ロックマン。これ以上私のようなロボットを増やさないでくれ。頼んだぞ。いいやつになったんですね、キングはね。弱いボスですね。こいつ一番弱いんですよね。はい。ロックバスターで十分倒せる相手です。はい。こいつはね。そんな強くないんですよ。ああ、これも、めんどくさい攻撃してくるよな、こいつも。ああ、しまった。なんで今ジャンプできなかったんやろ。あれ、まだか。結構食らったな、おい。そうですね、やっぱり。こいつはね、前作のね、ロックマン8にもね、出てきたボスですね。はい。復活しやがったんですよ、こいつね。ロックマン8のボスがね。まあ、このゲームはロックマン8の続きの作品なんで、続編になるんで、ロックマン 8.5 ですからね。8.5 って言われてる続編なんで。やばいやばい。ちょっと待った。これ、こっちにしとこう。どれやったっけ？これこれこれ。あ、でもこれがいいな。物
使ってるからやばいな、ちょっと結構食らってんな、これ。結構手こずったな。まずまあロックバスターでちょっと戦おうかな。ある程度ダメージ与えてからコピービジョン使った方がいいかもしれん。うん、あ、しまった。なんで、くそ。スライディングできなかったな、今なんか知らんけど。これ避けられないんだな。あー、しまった。これ回復するんですよ、こいつね。それがムカつくんですよ、こいつね。倒した。もうロックバスターで倒せんで、これ炎でねこいつも結構強いんですよね。ありますけど、しょうがないですね。防御力強くした方がいいわ。よしよし。どうし、落としちゃった。半分減るんです、あれやるとね。うまくいけば。よしよし。よし、いける、いける、いける。いけるぞ、今回は。よし、倒した。よしよし、オッケー。だいぶ違いますからね、こいつ最後。あ、そうやね、やっぱりね、マジックマンや。うん。手品なしですよね。こいつあんま強くなかったんですよ、これ。もうこれ、ゴリ押しで、これでいけるから。よし、いった。結構ダメージ受けたな。いきなりこれか。あ、当たってない。倒した。忍者ですね。あ、当たってるな。めっちゃ効くんですよ、これね。超効くんですよ。あれ当たらんかった。あれ、おお。やばい。あれ当たれへん。命中率悪いな、でもこの武器。これで、はい、
ラスボスです。シンゴのやつね、せっかく作ってやった恩を忘れよって。しかしロックマンのおかげで邪魔者は始末できた。研究所も取り戻せた。これで再び世界へ征服を始められるぞ。だがその前にもう一人の邪魔者であるロックマンはわしの手で倒してやろう。覚悟は良いかロックマン。ね、ドクターワイリーね、9度目の挑戦ですね、これね。ああ、ダメですか。あ、しまった。これで避けられるんですよ、これね。よし、第2段階ね、第2形態。これ、これで。あれ、効かないやん。あ、これ弱点って書いてあったけど、あれなんかコックピットに当てなあかんってことかな。まあ、前昔倒した時はロックバスターで倒したんですけど、あ、しまった、食らった。あかん、食らうな、どうせもあれは。これぐらいでこれ使ってみましょう。無敵なんだよね、これ打ちまくれば。よし、倒しました。